さて、前日とに入ってるところなんですけれども、ミシェはもうワンダーランドのタイトルに変わってますね。ミシェ、ミシーバージョンがあるってことなのかな。カップとお菓子とパンフレットとチケット、よいしょ。確かにね、ナイスバディ多いよね。こんなフランクの人でしたっけ、ここの人。ちょっと記憶ないな。はいはい、お土産ね。ね、ミシランワンダーランドらしからぬというか。あー、なるほど、ジョゼットこの二人といたんだ。黄昏でおかしくなったハーキュリーズ隊員を共和国に送還する手伝いをさせてもらってた。そうなんだ、働き者だね。といっても僕は連絡役で、実際に彼を運んだのは山猫号1、ドルン兄とキール兄の二人だけどね。そうなんだ。あの時言ってたつってというのは、カップアップ特急便のことでした。それにしてもジョゼットさんにはみんな本当にお世話になってるわよね。ほんとね。ところであなたの恋愛事情も何気に気になってるのよね。なんでもクローゼと同じ人が好きだったって聞いたけど。そうですね、ピッ。どこからそんな話を。って、姫さんと仲が良かったんだっけ。ね、うん、クローディア殿下とジョゼットさんが同じ相手を個人的にとっても興味深いですね。そっ か、カイラさんまで。その話はもう過去の話で、僕もようやく踏ん切りをつけている。っていうか、だったら逆に聞くけど、二人の方はどうなのさ。あらずるい。あらずるい。ね、あーどうなんだろうね。あ、待って、なんか言う話してない、誰言う話してない、怒りを覚える男、レクターのこと。レクターのことかしら。なんだか思い出したら殴りたくなってきたわ。レクターのことですね。ルシさん。あなたもなかなかこじらせてる。ね、レクター少佐のことですね。改めてジョゼット様の番ですね。私も聞いてみたいな、今の気持ちを。こうなった以上いろいろ聞かせてもらいますから。もはや完全にガールズトークだな。とっとと退散するとしようと。興味深い、どういうこと。ね、意外とね、恋愛、私はあんまり、あ、でも聞く分にはいいかな。みんなが喋ってるのを聞く分にはまあ全然。2年の前のこと、そろそろ前に進まない、そろそろ前に進まないととは思ってなくもないけど、思ってるの。とにかく今仕事一筋。なるほどね、いろいろありました。空の奇跡をやりましょう、リンくん。空の奇跡で全てがわかる。こっちがステーションですね。こっちがレイクビーチか、ビーチか、ビーチを先に行くか。鳩場だと、あ、てかここ見てなかったね。宝石店入れた。ヒリオットキュンとフィオナさん、うん、お守りになりそうなもの。うん、プレゼントの送り合いね。うん、聞いた聞いた。何がいいかね。手作り系が私はいいかなって思うけどね。うん。何気にすごいこと言ってますね。ポイマーですね。カメオ、
オーレリアさんにプレゼント、おーい、ココパンダ物語、おーい、あ、クロスベルタイムズ特別号ありますね。そしてこの二人、うん、何？この店もクライスト商会が買収しとったらしくてな、ヒューゴのやつ施設やなんやらどうなるほど、あの仕事かよっていう話ね。トールズの一員として地上からの支援作戦に参加してくれる。そうだね。ね。ね、いいコンビだよね。もうもはや夫婦だよね。立つわーと。期待させてもらおう。よし、次ブティック、誰がいるかな。あら、女の子たちいいじゃない。瞳の色とコートの差し色を赤で合わせるとは、あ、そういう感じなんだなかなかファッショナブル。それとくと黒を基調とした服に髪の色まで合わせるとはプロの意識の高さをうかがえる。僭越ながら言わせていただきますと、お客様のコーディネートとっても素晴らしいありがとうございます。終わった。似ているような、頑張ってるみたいだね。今はアークロイヤル号に乗って本校生と共に作戦に協力してくれてる。へえ。ファンシーブランドね。はあ。そしてこの3人、ウィンドウショッピング、お互いに似合いそうな服や小物を選んでる。かあ、かわいいねはい、エリゼ先輩の格好は少しおとなしすぎる。私は好きだけどね、清楚で。女学院時代に拝見した私服も可憐なんではあったのですが、どれもこれも清楚系でしたしアルフィンぐらいこう、なんかこうフリフリなの着てみる。エリゼはもっと自分に自信を持つべきだと思うけどな。兄様ともあれ、試す前から否定するのはどうかと思うね。一旦着てみわあ、見たいな。着せ替え人形ですね下着愛されてました。楽しそうだね一緒かな、こんなもんかしら。そしてホテルか。誰かゆっくりしてますかね、いつもの人。あ、リベール出身なの。へー、ローリエさん、ねえそっかそっか、気持ちはわかる。この椅子はえ、坊ちゃま、感慨深い。ボッチャマはボッチャマなんだよね。一本取られた。パトリック様。パトリック様。セレスタンさん、おいくつなの ?30。いや、35とかは言ってないんかな。
頑張っていって30か。ようやく認めてくれた。あのエリゼエリゼがさ、好きじゃん、パトリックで。ずっとエリゼを見てるからこそ、エリゼがリン君のことを思ってるっていうのを知ってるから、ちゃんとけじめをつけろよっていう意味ってことよね。ねえアントなんでいるの。いや、君もここに来てたんだね。さすがアントンだね。アントンの奇跡だね。あー、シャロンさんの情報を集めてほしいってギルドに依頼を出してみた。そしたら心当たりが当たってくれた。それで来ちゃったの。知り合いのオリビエさんからこの場所に会えるからって招待してもらった。マジかよ。そうでしたか。まさかデン、オリビエさんともお知り合いだったとは。リベールでいろいろあってね。それを言ったら今日は知り合いばっかり見かけるね。アントンもモブながらすごいよね。リベールの遊撃さんたちに、クロスベルの特務支援課の人たち、それに学生時代生徒会をやっていた留学生のルーシンさんまでいたんだよね。ね、アントンは何気にあのデニス王立学院の卒業生なんですよね。サードで出てたかな。その上、君と士官学院の人たちもたくさん見かけるし、なんだか同窓会みたいな気分だよ。いいね、なんかアントン。ね、人脈すごいね。20人近くと知り合いってことになるね。うん、頑張ってね。終止符が打たれようとしているのか、アントンの奇跡。ね、皆勤賞だから、アントン。ん？こっちか。シトラスさん、お困りごとっていうかね。ああ、はいはい、マリアベル様、お客様ご一行お止めしたことがある。インターミッションですね。ほんまね、千の奇跡メンバーがね、ちょっといきなり人数がめっちゃ増えちゃったからね。一番最初で、一番最初の中身何人だったっけ。9人いきなり増えちゃったもんね。そして本校生組、独立遊撃部隊、独自の判断をもとに帝国内で暗躍する犯罪組織へ対処していくための遊撃部隊。すごい来てんだね。なってる卒業生も同じく独立遊撃部隊に転属し始めてる。すごいね、プレイヤーの知らないところでそういうところも動いてるとか。あ、こっちからじゃないんだよね。よっ、あ、目の前に行けた。うん、決まったらまっすぐ前に全力全速前進だね。普段の豚にはハイベル君、ステファン君、それにクレイン君。へえ、男前に上がったに違いない。ブハッ開きたいものですね。あ、ブハッとはならなかった。さすがに同窓生にあだから。料理やんなきゃいけないか。ほんとね、料理って今どうなってる。まだ2つないね。ん、あ、広いっちゅうことよね。うん、君の働く姿はどの名画よりも美しい。ね、わじ様、そういえばなんかわじくんがどうてだって言ってる人だったっけ。ここだったっけ、わじくんが撮ってた部屋。なんかここのような気がしなくもない。そ
して誰ど誰あーなるほど、音楽だけじゃなく海外彫刻の素養までお持ちとは。パトロネージュに積極的。パトロネージュ、試験作成。あーうーん、あ、音楽のことを意識しない人たちにこそ音楽のや芸術の魅力を伝えたい。なるほどね。その中身は別にして、あのような一見冴えない男に惹かれるのも頷ける。彼らを選んだのはお目が高い。それにしても二人の関係にはいまいち進展が見られるところがどっこい。我ですよ。同じ男性としてその他はどう見る。彼もきっかけが欲しい。なるほど。どこもかしこも恋愛系になってくるね。やっぱこんな夜だからなんですか。これオーレリア将軍とウォレス中将、順将の距離感も気になる。確かに。あとが怖い。何か予定外のことが起きれば、あるいは。そっか。ダメか。どう思ってるんだろうね。なんか来たなみたいな。シュワルツは来てるなみたいな感じなんかな。一応話したっけ。話してないよね。うんうん、そうだね。ありがとうございます。はい。なんかもう話しかけ忘れがありそうで怖いな。あ、ハトバ行くか。ハトバにびっくりマークがある。なんだろう。さて、うん、夜景か。あ、だよね、やっぱりお母さんだよね。特務支援課の話ばっかり。あの子は支援課が無名の時からロイド君たちのことを応援してきたみたいでね。特務支援課はなかなか覚えられなかったけど、名前は結構早めに覚えてくれてたもんね。確かに見たかったな、コッペと一緒にね。え、なんだとね、手が触れそう。なんだと、ちょっとあ、ごめんね、なんか似たようなもの偶然あった。へえ、街の明かりがこんな風に見えるなんて。実はウルスラ病院に勤めてた頃もたびたび眺めてた。うん、俺も少し懐かしい。北からの風、どうやらわずかにノルドと同じものをはらんでいる。うん、ガイウスお隣いいな。しかしなんというか。ガイウスとリンで付き合ってるわけじゃないんだよな。いや、なんかいいなと思って。まあ2人のペースがあるよね。何も思って、なんかそんなこと考えてないかもしれないけど、いつの間にかみたいな。待ってー。あ、エリザベートか。あれだよね、迎賓館にいた猫だよね多分。にゃお。釣り場があった。おー、ちょっとこれは攻略サイト見るわ。ちょっと攻略サイト見るので待ってください。あら、レイニーさん。レイニーじゃない、レインズだ。はい、大丈夫、お話中じゃない。うん、二度と悲劇を繰り返さないためにも。そうだね、
その人はもしかするとまた機会が、あ、そういえばなんかあったんだよね。それ青なんかな、青の奇跡なんかな、なんだったっけ、もっと調べるか兄さんなんだっけね。あ、バリマールだ。おっと、魚が集まってるな。お、待って、ルアー見える？ルアー見えてる？違うわあの赤いやつか。星空が綺麗ね。アナベルさん、いろいろありがとうね。結局ここまで付き合わせてしまうなんて思わなかった。私が好きで協力してる。でもね、アラメルさん、僕は最後はトールズの卒業生として動くつもりだからさ。こんな風にのんびり釣りができる世界を守るためにもやっぱり命を懸けなくちゃね。だからここでお別れかな。たくさん協力してもらったのにごめんね。でも何が起こるかわからないし、明日の朝にはご実家に避難してよ。心配だろうしね。生きててほしいというか。そんなのずるいですわ。これでさよならなんて絶対許せませんわ。私、ケネスさんを父にやるために一緒にいたわけではありませんのよ。確かに最初は成り行きでしたし、ケネスさんのような信念でここにいるわけではありませんけれど、これでもケネスさんに伝えないとと思っている気持ちだって。私が最後までついていけないことくらい分かってます。だからこそ約束してもらいますわよ、ケネスさん。必ず生きて帰ってきて、私と大陸一周釣り行客の旅をしてくださいませ。一生しようなんかアナベルさんらしい間違えました、告白するつもりか、ついつい決定的瞬間を目撃しちゃいましたね。結局空振りなの？待ってよ、ダメなの？ダメだったの？アナベルさんにはたくさん協力してもらったり、なんだ、失礼なこと言っちゃったかなよかったですわ。全然よくありませんわ。いや、嬉しいの嬉しいですけど、かわいいかわいい、魂の叫びが聞こえた気がするがね、かわいすぎるでしょ。でも悲しいかな、ケネスさんとの旅、ちょっ とかなり楽しみですわ、うん、それじゃなんか二人らしいな。リン君も好きだね。それじゃ良い釣果を。バリマール外見てんだね。オルディーネはどこにいるんだろうね。ちょっと時間がそんなって感じなんで、はい、レイクビーチ、なるほどっていう感じなんですけれども、今回のパートはここまでにしようかな。楽しいね。あ、待って、人物ノート見よう。アルティナが終わった。水泳部の友情、ミリアムちゃん四年体だけど、うん、文校生マヤ、ここは天国男性陣よりも早く皿にがっついた。ピータちゃん、ヤキモキ、あ、ヤキモチじゃなくてヤキモキかいつまでも変わらないアガットとの関係にヤキモキしているティータ、それでも二人なりに進展しつつあるようだね。ジョルジュ先輩、三番弟子としても、うんうん、ミントちゃん余計な後押しいや、でもきっかけになるといいよね。二人の波長ぴったりのようだ。ミリー、ジャーナリストの欠足。ベッキー、喧嘩するほど。ケネスさん、すっかり釣り仲間となったアナベルから密かに思われてたケネス。しかし彼女は告白つもりが言い間違えてしまい、パトリック、おぼっちゃま脱却、おぼっちゃまじゃない、ぼっちゃまだわ。テレジア少尉、協
力者、ロゼ、古き友の別れ、デュバリーちゃん、マスターとの別れ、トバルさん黒潮ね、トバルさん好きだな。フィオナさん、お付き合いアミレット送った。へえ、そうなんだ。そうだ、さっき買ったやつって。よし、じゃあ私も送ろうかな、ロザリオ・アリサに。うん、そんなことないよ、アリサの笑顔が見たかっただけさもうバカイヤリングをエリゼに。ちょっと待って、もうバカが引きずってるんだけど。はい。兄様からいただいたものはどんなものでも嬉しいというのはさておき、着け心地も良さそう。確かにね。はい、ブローチをシャロンさんに。あー、なるほどね。シャドーバーチェ、漆黒の翼があしらわれたネックレス。ふん、シャロンの名をいただく前に使ってた。え、そんなもんもらっていいのありがとう。カメオオーレリアハンに。この手の美術品はそれなりに収集してる。ふんね、よかった。なになに、ゴルディアブレス。ありがたく。早速見ますか、シャドーバーチ。あれ、あ、お、回避、わ、いいなこれ、いいねこれ、スピードめっちゃ上がるし。12か、ゴルディアブレス、ウェイやば。これがオリビエからもらったやつか。これもなかなかいいですね。よし、じゃあ今回のパートはここまでにしようと思います。ありがとうございました。